インコース13番ホール416ヤードのパー4でございます。さあレイカプロ、ここはどんなホールになりますか？はい、ここは打ち上げの左ドッグで距離も長いので、うん、まあ、ティーショットの飛距離も大事になってくるんですけど、はい、グリーンも2段グリーンで難しいっていう感じです。もうなんせここはね、もうフェアウェイも平らなところがなかなかないですし、はい、今日はグリーン、あのピンが手前だということで、まだちょっと安心ですけど、はい、はい、奥だともう 2,30 ヤード違っちゃいますからね。そうですね、はい、本当に難しいです。では浜口さんのティーショットをお願いします。はい、まだドライバーショット見てないですね、うん、浜口さんのね。ですね、はい、はい、ナイスショー、最短行きましたよ。完璧。お、カートで跳ねた。どうだ、左に行った。はい、はい。さあでは、クスオクさんのティーショットお願いします。はい、確か去年クスオクさんはここで上げないでください、ビッグドライブを上げないでください。あれ何ヤードか、あれ400ぐらい飛びましたっけ。あれ、いや、そんなに飛ばないですいやでもとにかくね、すごい、はい、あのナイスショットしたんですよね。あれは去年です。はい、よいしょ、よいしょ。バンカーまで行っちゃう？いや、行かないと思います。はいはい、すごい、ナイスです。はい、ありがとうございます。ナイスショットです。ありがとうございます。さあではレイカプロのティーショットお願いします。はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、じゃあ行きましょう。さあそれではレイカプロのセカンドになります。残りが、はい、165ぐらいです。はい、今日はピンが手前なんでまだ良かったね。良、はい、かったです。はい、打ち上げだし、打ち上げのアゲンスト、何番でいきます？5番ユーティリティで行こうと思います。はい、おお、素晴らしい距離、あとは、はい、ナイス、ありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございます。さあアマチュアチームはクソクさんのボール選択で、浜口さんもね結果出てたんですね、あっちにね。はい、はい、うん、ただこちらの方がフェアウェイなんでということで、クソクさん残り、はい、145なんですけど、ちょっと風が上げてるので、はい、7番を使って7番で、はい、どうしよう、もうないしょ、どうした、あ、ちょっと流されていく、あ、もし、うん、はい、だいぶ風で流されました今。そうです ね、いや、自分で打ったちょっと巻いちゃいました、はい、はい、じゃあ浜口さん行きましょう。浜口、はい、さん何番で、6番で軽く打ちます。巻いてこい、お、風で、風巻いてこい、に、あ、こんな時に限って風吹かない、止まってました、うん、はい、狙い目良かったですけどね、はい、はい、じゃあアマチュアチーム3打目どうでしょうね、これまずクソークさんがあの辺からちょっと転がしてみようかな、うん、転がしで、
狙いは分かります、うんうん、まあまあまあですね、はい、さあじゃあ浜口さん、はい、浜口さんどんな狙い目でふわっといってまっすぐ、うん、はい、はい、3ヤードぐらい、はい、転がすか、あら引っ掛けちゃった、止まれ、うん、うん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 、まあ、はいはいはい、え、スライス見えますか、うん、マークの左を、結構マークの左じゃないのかなと思うけど、そうですよね、ね、はい、そうですよね、登ってるし、うん、そんな、でも切れるは切れるでしょうけど、どこまでか、うん、さあ、ではレイカプロのバーディーパット、はい、いや届いて、ナイス、あら、まっすぐだ、切れなかった、切れなかった、なんかね、ちょっとむ、ね、切れそうな、うん、切れそうに見えるけど、見えるんですけど、なんか、うん、行きましょうか、 OK です、ストロークさんが行きます、僕がじゃあ見せますよ、あ、はい、ナイスパーです、ありがとうございます、全然まっすぐだったね、僕が見せます、切れると思ったんだ、私も切れるかなって思ったんですけど、うん、じゃあストロークさんがラインを見せると、でピリッと浜口さん、あの人ね、そう言っといて自分で入れちゃう癖がある、はい、それはそれでいい、そうです、それはそれでいい、うん、さっきから言ってくると逆ですもんね上か、そこら辺です、うん、じゃカップ1個だけ、ここは切れるのか、カップ1個左から、うん、いってみます、切れない。まっすぐだ。まっすぐです。まっすぐです。まっすぐです。じゃあ、クソクさん、それ入れちゃいましょうか。はい、さあ、浜口さん、あと入れるだけです。はい、まっすぐでした。惜しい惜しい、はい、お疲れ様です、はい、はい、お疲れ様です、入れたかったですね、入れたかったですね、いや惜しかった、